さんこんにちは、今日はですねこちらセグウェイドリフトの説明をしたいと思います。右左片方ずつ独立した新しい最新型のセグウェイとなってます。もうまっすぐ乗って重心向いた方に進みます。前後ろで右に曲がりたい時は左足に重心を反対右足に重心をかけるとこうやって曲がります。で慣れてくるとこんな感じでスラローム後ろ向きでも回ったりこんなこともできるようになります。はい、で降りるときは静かに後ろに一歩ずつ降ります。こうやってジャイロが効いてて降りても独立して立ってます。でこっちに帰りかければ前に進みます。はい、で乗っていてちょっと違和感を感じる場合に調整ができるんですが、まず電源を切ります。でここで長押しするとピーピーと言ってこうやってぐるぐるっと回ります。これ今調整中です。大体10秒ほどこれで放置して、再度電源を切ればこれで再調整完了です。でちょっと調整がずれてなんかうまくバランス取れないなっていう時はこうやって調整してください。はい、で起動するときはちょっとやってみます。はい、この状態で電源ボタン横にありますのでこれをポンと押して光った後にちょっと手伝ってあげるとこうやって勝手に独立します。反対側も、はい、こうです。で片足ずつまっすぐ体重をかける。でもう片方もまっすぐ体重をかける。で前後ろです。すごい簡単ですけど初めて乗った時は大体みんなこうこうなります。なんで練習してうまく、はい、こうやってちょっと遠くポイントは遠くを見ながらやる方がいいです。最初慣れなくてまっすぐこうやって向いてると下を向いてるとこうなっちゃいます。遠く見ながらまっすぐゆっくり体重かけて転んだりすると危ないんでゆっくり練習してください。実際に MIC の横浜お店の中でも試乗できるのでぜひ遊びに来てください。